はい。それでは4月22日の3問に入る前にアドバイスをさせていただきます。本日は、学習経験者は特に注意して、学習していただきたい項目についてお伝えしたいと思います。それは分かったつもりになっているということなんですね。日頃当たり前のように繰り返し勉強していると、あまり深く考えずに勉強してしまいます。というのも、それでも解けてしまうんですね。何度もやっているから、問題も答えも覚えちゃってるんですよ。なので、深く考えずに勉強しても解けてしまうということなんですね。しかし、問題が解けるというのと、理解をしているっていうのは違います。これに気づくことが非常に重要なんですね。例えば、平成30年の問い9の問題。このあたりは基本事項なんですけれども、苦手な方もいらっしゃいます。基本的な内容なので、問題文を理解した上で絶対解けるようにしておきましょう。単に解けるじゃなくて、ちゃんと問題文を理解して、あ、こうこうこういう状況だから、あ、こういったルールが使えるな。だから答えはこうだな。というふうに、ちゃんと物事を論理立てて答えを導くってことができないと、いつまで経っても本試験で初めて見る問題で解けないということになっちゃいます。なので、このような基本的な問題をきちんと理解した上で確実に得点すること、これが合格するために必要なことなんですね。で、平成30年問い9の問題については、この動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひどんな問題か確認していただければと思います。分かったつもりの勉強じゃなくて、いつもより少し時間をかけたとしても、理解を深める勉強をしていきましょう。そして、その理解を深める勉強、理解学習というものは、個別指導で行っております。ただ、この個別指導についても、募集終了まであと5名になりました。もうちょっと定員、そろそろいっぱいになっちゃうんですね。なんで、残り5名は募集するんですけども、それ超えちゃうと、一応募集切らしていただきますので、その点ご了承いただければと思います。もし、今年絶対合格したいというのであれば、個別指導で一緒に勉強していきましょう。個別指導については、この動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからご確認いただければと思います。それでは本日の3問に入ります。A 所有の建物、1000万円ですね。これにつき、A を売り主、B を買い主とする売買契約が成立し、手付金として500万円を支払ったが、移転登記前に売り主 A の過失により建物が滅失してしまった。この場合 B は A に対して契約解除もしくは損害賠償請求ができる、丸か×かという問題です。この問題考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で、これ答えは、×ですね。結論どこが×かというと、契約解除もしくは損害賠償請求、このもしくはが誤りなんですよ。これどっちもできるんですね。契約が成立して引き渡しをする前に、どちらかの責任で目的物が滅失したとき、滅失ってこれなくなるってことです。つまり建物がなくなっちゃったってことですね。この場合、責任のある方の債務不履行として扱われます。今回は A の過失により、売り主 A の過失により建物が滅失してしまったんですよね。これ例えば、タバコの不始末とか、売り主がタバコの不始末で契約した建物を燃やしてしまったと。この場合、売り主 A の債務不履行になるので、A が責任取るって話なんですよ。だから結果として B は A に対して契約解除することできますし、損害賠償請求をすることもできますよと。いうことですね。なので契約解除だけじゃなくて、合わせて損害賠償請求ができるので、誤りだということです。とりあえずはね、このポイントをちゃんと覚えておきましょう。ただ、一つの問題から一つのポイントだけ覚えていては、宅建試験の重要ポイント網羅できないし、整理できないんですよね。宅建試験で覚えるポイントって非常にたくさんあるんですよ。で、それをちゃんと網羅した上で自分自身で整理していくってことをやっていかないと、覚えなければいけない、ポイントっていうものが頭に入らないんですよね。だから結果としてどれだけ勉強しても頭の中が混乱して合格できなくなります。なので、こういった点っていうのは、つなげて勉強するっていうのが非常に効果的なんですね。じゃあ、この問題について何をつなげて勉強しなければいけないのかっていうところがポイントなんですけども、ちょっとここまで話すとですね、長くなっちゃいますので、個別指導でお伝えする形になります。こういった部分が理解学習なんですよね。こういった部分を早い段階から始めるってことがすごく重要なんで、もしね、自分自身でつなげて勉強するとか理解学習できないというのであれば、ぜひ個別指導をご検討いただければと思います。で、個別指導の受講さんには別途動画あります。3問分かな?これに関連する問題が3問ありますので、その3問について、
て、そちらを受講者専用のメールマガからご確認いただければと思います。で、問2ですね。クーリングオフに関する問題です。で、クーリングオフ入る前になんですけども、まだこの動画のチャンネル登録していない方は、この動画の下のチャンネル登録のボタンですね、そちらを押していただいて、チャンネル登録していただければと思います。では問題に入ります。宅建業者でない買い主から、クーリングオフによる売買契約の解除があった場合で、この契約の解除が法的要件を満たし、かつ売り主 A が手付金を受領しているとき、 A は手付金から違約金を控除して返還することができる丸か×かという問題です。今回売り主 A は宅建業者とは書いてないんですけども、宅建業者 A と考えていただければと思います。で、答えは×です。クーリングオフによる契約解除では違約金とか損害賠償請求っていうのはされないんですね。つまり売り主 A っていうのは宅建業者でない買い主に対して違約金を請求したりとか損害賠償の請求とかってできないんですね。手付金をそのまま返さないといけないということです。手付金をそのまま全部返さないといけないということです。で、今回問題文は手付金から違約金を控除して返還することができるとなっているので、この部分が誤りだということですね。で、控除して、これの意味なんですけども、この意味、わかりますでしょうか。控除してっていうのは差し引いてっていう意味なんですね。つまり手付金から違約金を差し引いて返還することができるって書いてあります。例えば手付金100万円預かって違約金が30万円だったと仮定したら、問題文の内容だと A は100万円から30万円を引いた70万円を返還すれば OK だっていう風になるんですね。でもこれは間違いで、違約金これ控除することできません。違約金請求できませんので、手付金100万円をそのまま買い主に対して返してくださいねと、返さないといけませんよっていう内容です。で、問3ですね。農地法の許可を受けず農地を宅地として造成したものは、都道府県知事から工事の停止、原状回復、その他違反を是正するため必要な措置を行うよう命じられることがある、丸か×かという問題です。これは丸ですね。許可を受けないで権利移転させればそれは無効になります。で、まあ、今回の問題はここじゃないんですね。この下の部分です。許可を受けずに転用したら原状回復命令など命じられます。まあ、これは基本中の基本ですね。まあ、これは絶対に覚えておきましょう。セットで覚えておいてください。宅建試験は理解できれば合格できます。理解せずに勉強し続けたとしてもなかなか合格するのは難しいです。理解をすれば勉強は楽しくなるし、また合格もしやすくなります。具体例を使ったり、イメージしたり、理由付けをしたりして勉強を行っていくのが理解学習です。難しいな、何言ってるのか分かんないな、実力が上がってる実感がないな、もしそう思われているのであれば、ぜひ個別指導をご検討ください。個別指導では理解学習を行って一段一段実力を上げていただくことが可能です。もしあなたが次の試験で合格したいというのであれば、一緒に勉強できたら嬉しいです。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひご確認ください。あなたの受講お待ちしております。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。